MA です。今日はね、めっちゃね頑張っておきました。というのもですね、今日はね鬼滅の刃の一番くじなんですよね。しかもですよ、今回私特に今回気合入ってんで、もなんでかっていうと、もうねこの動画見てる方はもう知ってると思うんですけれども、天元さんなんですよ。もうすごく楽しみにしました。大好きだもんね、天元さんね。そうです、臼井天元様はですね、めちゃめちゃかっこいい、もうアニメ楽しみでしょうがなかった毎回ってことでね。しかもね、そのフィギュアがね今回2種類もあるのよ。天元様が A 賞と C 賞にいて、でね今回 A 賞にいる天元様がめっちゃでかいのよ。20センチ、だから20センチ聞くと一瞬小さいと思うかもしれないんですけど、しゃがんでんのね。しゃがんでて20センチのビッグスケールフィギュアって言ってるだけあって、確かに迫力すごそうだなっていうところも合わせてめちゃくちゃ楽しみにしてます。 SMSP と同じぐらいのサイズ感はあるかもしれんよね。いや、ボリューム感的には全然ありますね、きっと。うん、あるある。だからね、なんとしてでも引き当てたいんだけど、引き当てたいんです。いやーってことでですよ、まあ、とにかく頑張って引き当てたいんですよ。なんとしてでも来ないかなっていうとか。 A 賞か C 賞、絶対どっちかでも欲しい。 A 賞と C 賞比率で言うとどっちの方が欲しい？ A 賞A 賞か。いや、私は A 賞の方が。まだ実物見てないんだけど、大きいじゃん。ポーズもこうやってる時のさ、ここのさ筋肉がたまらんですよね。この筋肉ですよ、上腕二頭筋と三頭筋が合ってる？うっていう感じだからさ、キャーって感じだよ。ちょっとマジ気合い入れて頑張ってきます。とりあえず行きましょう。うん、行ってみないことには話にならない。あの一番乗り、今日は一番乗りします。結構ちょっとイメチェンしたんじゃないですか。いや、なんかイメチェンしましたよ。みんな気づきました？ちょっと真っ黒になっちゃいましたね。前髪もちょっと変わった。前髪もまあ、いやでもなんかね、色がね変わるとね印象変わるね、前髪の印象が。まあいいや、それはそんなことよりやっぱり鬼滅ですよ。とりあえず行ってきます。バイバイ。緊張するね。頼みでさん、繰り返し入りました。入りました。参りました。あのね、一番乗りでした。私は有言実行タイプです。まあ、とりあえず結果から言うと C 賞の宇髄天元さんね、こちらです。はい、来てくれました。あのね、最初に出たのはこっちですね、こっち。まずは炭治郎が出てくれました。はい、この炭治郎もね、見て見て、かっこいいのよ。わかるかな、見て。なんかさ、炭治郎のさフィギュアさ、どんどんかっこよくなってないですか？だからサイズ的にはもちろんそんなに大きくはないんですよ、こっちに関しては。うん、これもね、そうじゃん、天元さんです。はい、そうそう、こういう感じですよ、天元さんは。いやー、でもなー、来てくれたわ。なんかさ、今回さ、どんな感じにしたいなーとかあったの？いや、あのね、なんか悩んでたんだよ、正直。だからどんな風にしようかなってところで、今回はね。そう、今回はっていうのもさ、まあ、言うても今回さ、もし天元さんが弾けたとしても2種類あるじゃない。でこれがさ、ベースが分かりますか？瓦で合ってるよね、屋根の瓦走ってたじゃん、上の方を。うんうんうん、その瓦になってるからジオラマ風にしても絶対合うなと思ったの。っていうのもさ、私さ最近ちょっとジオラマ、プチジオラマみたいなのやってね、ちょっとね個人的にブームがあるよね。だからもういいなとか思います。とにかくね、ちょっと派手にして飾りたいなって思いはありました。やっぱりこう天元さんはド派手な男なので。なるほど、じゃあその新章の天元さんを使ってちょっとまあド派手にしていくみたいな。そうそうそう、だからさ、炭治郎と
あの宇髄さんもどっちもやるパターンとかいろいろ考えたし、その宇髄さんだけとかいうのも考えたりとかはしてて、じゃあさ、ちょっとこれええなんこれとかも結構ドカテになるんじゃないですか。えマジでどうしたのこれ、えどうしたんですかいやこれ実は帰りにちょろって5回だけ違うローソンで引いたら出たんですよ。いつ引いてたえやば、隠し持ってきてたんですか。隠し持ってきてた。マジか。いやちょっと待って、これもうやれるってなるんだったらちょっとまた変わってくるの。話は変わってくる。えちょっと話変わってきます、見てみんな。えマジか。よく合ってましたね。僕もびっくりしたんですよ。いい残り方したってことですよね。そう、なんかちょっといい残り方してたから、なんか動画とは関係なしに普通に個人的になんか引いたら何その感じちょっとマジか。いやまあでもナイスですね。えじゃあちょっとこれ、えもう私これもらっちゃっていいですか。いやじゃあ私欲しいの。いやうん、え欲しいの。えじゃあこれもう私開けちゃ、こっち開けちゃっていいですか。いやいいよいいよ。えちょっと開けます。えマジか。はい、作り立てました。宇髄天元剣山ちゃんでっかい。あのね、やっぱ重いしね、うん、ずっしりとくる。重すぎないけど、まずは顔を見せたいね、顔を。はい、じゃんじゃんじゃーん。どうです、どげですか結構かっこいいんじゃないですか。イケメンなんじゃないですか。背中かっこいいね。背中見ちゃう、背中見ます、背中。ふう、いや背中確かにかっこいいね。待って、あのさ、天元さんはさ、これはちょっと見たいかもしれないですね。もうこれがあるんだったら。いやうん、さっきさ、あの瓦があって、まあジオラマ風にしたりとか、炭治郎と一緒にこうなんかやっぱ二人でさ結構戦ってたじゃないですか。やっぱりだからその戦闘してる感じを思い出させるような、なんかちょっとジオラマ作るのもありだなと思ったんだけど、これはちょっともうフルリペイントやな、決まりかな。うん、フルリペイしたい。いやちょっとそうだね、予定がもう変えてでもちょっと一回塗らせてくださいいやあのね、っていうのも私天元さんマジで推しなんですよ、鬼滅の中でも。っていう感じで今回は A 賞の宇髄天元様 3D 二次元彩色バージョンに塗りたいと思います。それじゃあ塗っていくよ。シュッ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 。よし、じゃあやってきます。ですね、まずね肌色をね塗っていきたいと思います。力強さみたいなのをね出せれたらいいなって思ってますね。ほら色がなんとなく変わってるのが分かりますか、ビタって。はい、この色でね全部塗ってきますよ。今左腕がねここだけ塗った、顔も影の色入れますね。全部暗くしちゃって2色目のね影を塗ってきます。はい、こういう感じで全部に色をのせてきます。どうしようかな、この後目やっちゃおうかな。なんか個人的に顔がさかっこよくなってくるとさモチベーションが上がるから、このまま顔、そうだな、目をやろうかな。目はだから今もともとある目があるんですけど、ちょっとこれを上からちょっと変えます。多分ねこれ目のプリントなのかな、の位置がねちょっとねずれちゃってるから、そこも合わせたいのでちょっとね変えます。顔はかっこよく描きたいです。こんな感じかな。おお、いいね。私の中でねやっぱりねこう顔っていうのはね似せたいんだよね。こう似せた上でかっこよさもちゃんと出したいから、アニメとか漫画の中で自分のね感覚的に、あもう特にかっこいいなって思うその表情とかに似せるように私はこだわって描いてるんだよね。だからねそういう気持ちで今もねこうやってシュッシュ描いてんだよ。ちょっとね一旦みかん食べます。みかんちょっとブルジョワジーのみかんだわ。3個で268円、安くないよねこれ。ちょっとマジ急に食べたくなったからコンビニで買っちゃいました。はい、みかん食べてきたので手ちゃんと洗ってきました。ピカピカ。よーし、ここかな。
きます。よいしょ。一色目だしエアブラシでさバーで塗ってもよかったんですけど、もう肌をさ隠すのもちょっとめんどくさいので、それに関しては今日はねもう筆塗りでいきます。ハイライトの感じはね、なんかあんまりコテコテすぎない感じにしたいんですよね。なんかだからといってシンプルすぎないぐらいかな。多分アニメの感じよりかは、まあ、ちょっとハイライト多い感じにはなると思いますけどね。じゃーん、よし。こっから影をね描いていきます。今なんとなく場所があると思うんですけど、ここをメインにこう描いていく感じね。ちなみになんだけど、これ腕とかもまだ終わってないです。もうちょっと描き込みます。なんかぼちぼち全体的に少しずつ進めていくみたいな感じです。なんか進んでるような感覚にもなれるから、はい、こういう感じで塗ってきます。2色にね塗り分けました。くるくる、はい、ここからさらに明るい色を入れてきます。髪の毛をね塗ってきます。髪の毛はまずこの色で塗ります。真っ白じゃなくて若干色がねついてる感じで結構変わりますね。印象がやっぱりこうやってね影入れたら多分もっとメリメリってなるので楽しみだね。こういう感じで後ろの結んでる方もね塗ってきます。ベルトも塗っちゃいます。はい、こういう感じで塗ってきます。髪の毛塗ってます。っていう感じでやっていきます。じゃんじゃん、影塗ってます。はい、こういう感じで全部にやっていきます。結構ここはもう極端にやっちゃいます。だんだん完成に近づいてきましたが、まだあります。次はここの、ここね白い部分、ここも描いていきたいと思います。って感じで一旦これを全部塗ってきます。ここがちゃんとね塗れたらだいぶ派手な感じになりますよね。ここはピンクにしますね。もうちょっとガシガシ塗っちゃいます。線入れします。っていう感じで今やってる感じで全部やっていきます。全体をねやっていきます。天元さん完成しました。ふー、出ようと。なんかね思ったよりもね、あの想像よりか時間かかりました。っていうのもね、今回の A 賞の天元さんはマジででっかいの。もうね見たことある方はもうわかると思うんだけど、とにかくでかくて、これ褒めてます。マジで私でっかいフィギュア好きなので、しかも私ね天元さんは鬼滅の刃の中でもうマジで最推しなんですよ。めちゃくちゃかっこいい。やっぱりシンプルにかっけえっていう。だからね、とにかくね臼井さんが濡れて満足、マジ嬉しいって感じ。今はね達成感で溢れてるっていう感じです。とりあえずくるって見せたいんですけど、後ろはこういう感じになってます。どうどう、結構かっこよくなったんじゃないですか。めちゃくちゃ造形もかっこよかったから、これは絶対映えるわって信じてやったんだけど、やっぱりかっこよくなりましたね。ここのさ刀のところとかもさ、どう、割とこうそんなにコテコテにはしてないつもりなんだけれども、やっぱり映えますわ。っていうかあれですよね、天元さんさ、やっぱこのなんだろう、派手ですよね。やっぱりシンプルに派手だから映えますわ、やっぱりさ。こういう感じです。かっこよくない？ちょっとアップで見せようかな。まずポイントとしては、まず顔ねちょっと変えてます。そんなに影とかコテコテには塗ってないんだけれども、こういう感じで、どう、ちょっとね、わあ、やっぱかっこいいね。画面越しに見てもかっこいいな。ちょっと今回ちょっといつも以上にかっこいい連発してるかもしれないんだけれども、まあ推しだからちょっと許してください。ちょっとね天元さん早速よ、私のフィギュアケースに飾りに行きたいと思います。わー、フィギュアケースめっちゃなんかちょっとまとまってないし散らかってるから、ちょっとちゃんと飾りたいんだけれども、とりあえずフィギュアケースに置きたいと思います。じゃあ行ってきます。ピュー。はい、今回はですね
ここに飾りました。じゃじゃーん。ここはねちょっと鬼滅が並んでます。はい、私のね推しの天元さんがねこう一番でかいですね。かなりこうなんか推しらしく飾られてます。今回のこの鬼滅の一番くじなんですけど、会場もね実はたくさんありますので、そっちの方は MA 日和っていうサブチャンやってるんですけど、そっちの方で開封しますので、よかったらね概要欄から行けるので、ぜひぜひのんびり遊びに来てね。あ、噛んじゃった。のんびり遊びに来てみてください。あのね日和はのんびり見れる感じになってるのでね、ビューラーさんとねいつもわちゃわちゃやってるので、皆さんもぜひ知らない方はね見てみてください。このね天元さんのね写真はねツイッターの方にしっかり撮って載せるから、よかったらツイッターも見てみてください。私はねこのメインチャンネルの方でもねこんな感じでフィギュアをね塗ったりとか、いろいろそんな感じのことやってるので、フィギュア好きな方ねぜひぜひチャンネル登録と高評価してくれたら嬉しいです。またね塗りたいやつ塗りますっていう感じでした。今回はこんな感じでもうしっかり撮れたかな。じゃあ皆さんまた次のね動画でお会いしましょう。今回は楽しかったわ。じゃあまた次の動画でね。じゃあね、ビューンビューンビューン。